がとうございます。それでは今日も皆さんと共に御言葉を開いていきたいと思います。今日の御言葉の箇所はマタイによる福音書の5章13節から16節。よろしいでしょうか。新約聖書の6ページですね。新約聖書の6ページにあるかと思います。それでは、声を揃えて皆さんと共に読んでいきましょう。3、はい。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって味付けがつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯してマスの下に置く者もいない。食堂の上に置く。そうすれば家の中のすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。アーメン。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。どうぞあなたがこの御言葉を私たちの前に開き、聖霊の光によって照らし、私たちが頭で理解したことを心で受け止め、手の技で表していくことができるように助けてください。キリストイエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、皆さんと引き続きですね、このイエス様の三条の説教を学んでいきたいと思います。前回のメッセージで、一つの大きな節目を迎えたんですね。それは何かというと、8つの幸いの箇所が前回で終わりました。英語ではビアティチュードっていう箇所なんですけど、日本語では八福とか呼ばれることがあるみたいですね。8個の福、ですから、その箇所の特徴は何だったかというと、幸いであるっていう言葉が8回繰り返されたんですね。最後のところには、あなた方は喜びなさい、大いに喜びなさいという言葉がありました。ですから、幸いとは何なのか、また喜びとは何なのかということを、私たちはイエス様の言葉を通して学んできました。その理解はどういう理解だったかというと、それは神の国の価値観であって、この世の価値観とは全然違ったんですよねっていうことでしたね。例えば、心が貧しくなる、悲しむ、柔和、義に飢え渇く、哀れみ深くなる、心が清くなる、平和を実現する、義のために迫害される、これらの人を幸いな人だとイエス様は言いました。これらの人は、別の言い方をすると、これらの特徴を持っている人っていうのはどういう人かというと、それはイエス・キリストのようになっていく人、イエス様の特徴なんですね、これ全部。ですから、私たちがもしイエス・キリストのようになるならば、私たちは、それは幸いなことである。それは、前回ヘブライ人への手紙を皆さんと共に学びましたけれども、そこでもイエス様のようになっていくこと、イエス様のように、清められていくことが大事なんだよっていうことを見ていきましたね。それを例えば霊的形成とか霊的成長っていう言葉が使われることもあります。今日の御言葉は、有名な箇所ですね。地の塩、世の光。この箇所を通して私たちは何を学ぶかというと、それは、じゃあ私たちがイエス・キリストのようになることに何の意味があるのかっていうことです。イエス・キリストのようになることに何の意味があるのか。僕は日本でサラリーマンをしている時代が6年ぐらいあったんですけど、日本の結構伝統的な企業、トヨタ自動車の本社と関わる、仕事をしててですね、そこで叩き込まれた、ことは何かというと、それはなぜっていう質問を繰り返しなさいですね。何か問題が起きたら、なぜを繰り返しなさい、どのようにしてとか、なぜとか、何のためにっていう質問をしていきなさいと言われるんですね。で、20代の結構若い頃にそれ叩き込まれたので、
今でもですね、もうそれが癖になっていつもそれなぜっていつも考えてるんですね。であんまり日常生活でそれやってるとですね、ちょっと迷惑がられるんですけど、だからちょっと自制しながら、考えるんですけど、でもやっぱり癖がつくなぜってでなぜっていう質問はとてもいい質問なんですね。多くの場合なぜかというと、それは物事を深く考えていくためにはなぜっていう質問をしなきゃいけないんです。物事を深く物事の本質を捉える質問はなぜなんです、ね、だから僕のメッセージを聞くとですね、なぜならって繰り返し僕言うんですよ。なぜなら物事の本質や深いところを見ていきたいから。で今日の質問、今日の御言葉はこのなぜっていうことに答えてるんです。なぜ私たちがイエス・キリストのようになる必要があるのか、なぜ私たちはイエス・キリストが言われているこの幸い、ただ幸いとか喜ぶだけじゃないんですよ。それだけでも素晴らしいけど、幸いになること喜ぶことも素晴らしいけれども、そこで終わりじゃない。実は私たちには使命があるんだということを今日の御言葉が語っています。で僕はクリスチャンになったばかりの時ですね、すごく不思議に思ったことがあったんですね。それはなぜかというと、もし神様が本当に僕のことをこんなに愛しているんだったら、ものすごい深い愛で僕のことを愛しているんだったら、僕がクリスチャンになった瞬間になんで神様は僕のことを天国にすぐに連れていかないんだろうとかって皆さん考えたことないですか。もしこんなに本当に神様が僕のことを愛しているなら、なんで今すぐ神様は僕を天国に連れていかないんだろうか。だってこの地上にいる、この世にいるっていうことは、この世の苦労もこの世の痛みも悲しみも全部この味わわなくちゃいけない、だったらこの地上にいるんじゃなくて天国に先に行っちゃった方が楽なんじゃないかな、その方が嬉しいんじゃない、神様だとその方が嬉しいんじゃないかなというふうに思ったことがあるんですね。しかし今日の御言葉を見るとその答えも考え出てきます。それがあなた方は地の塩である、あなた方は世の光であるんですね。でこの2つの今日のイエス様の言葉に共通する言葉は、それはあなた方っていう言葉ですね。あなた方とは誰かというとイエス・キリストの弟子たち、あなた方、そして両方に関連付けて出てくる言葉は地という言葉ですね。そして世、地と世、地と世、地と世っていうものは天とは逆のことですね。天ではないところ、天ではなくて地上でありこの世です。先週の御言葉ではこの世とはどういうところかということを考えました。この世とは人間が神様なしで作り上げようとしていく社会、神様に敵対しているものであるということでしたね。ですから私たちクリスチャンはこの地上、世の中にいるときに苦しみを受けるし迫害を受けるんだということを考えました。しかしこの私たちに与えられている使命とは何かというと、それは実はこの世にいることが私たちの使命、私たちの存在している意義がこの世にあるんだっていうんですね。この世において塩や光のような役割を担っている。今日はこのことを特に塩っていうことを考えてみたいと思うんですね。塩っていうのは皆さんの家に塩がある人どれくらいいますか。塩がうちにない人いますか。そうですね、塩っていうのは今の現代だったらもうどこの家にでもあります。そして2000年前のもどこの家にもあった普通のもんですね、塩っていうのは。では私たちは塩って何のために使うんですか。一番塩を使う理由は何ですか。それは僕が考えるところだと調味料ですね。何かに塩を入れると美味しくなる。塩がないとなんか味がないっていう感じですよね。物も美味しくなる。また私たちの体には塩分が必要で、塩を全く取らないと私たちはいつか死んじゃうらしいです。塩だから、塩があるっていうのは物も美味しいし生きていくために必要だし、美味しいから塩分を取りすぎてですね、高血圧になっちゃうっていうこともありますけど、僕のカナダ人の友達が日本にいて思ったのは、日本で食べるものは全てしょっぱいって言ってましたね。全て例えば醤油、味噌、あと何ですか、
なんか日本料理は基本的にしょっぱいものを全て使ってるから、ちょっとしょっぱ、あ、漬物とかね、しょっぱいものが多いなって言ってました。で、今僕が考えるこの現代の塩の、意味っていうのも、まあ、調味料かなと思うんですけど、じゃあ2000年前はどうだったでしょうか。2000年前、イスラエルにおいて塩が最も重要だった意味って何だと思いますか。塩が最も重要だった意味、それは何かというと、保存料だったんですね。今私たちの家には冷蔵庫があります。冷凍庫もありますね。皆さん、冷蔵庫とか冷凍庫がない生活って考えられますか。すごい便利ですよね。コスコとかで大きな肉とか買ってきても、とりあえずじゃあ冷凍しておこうかって言っておけば、もうずっと腐ることないじゃないですか。しかしこの冷蔵庫って出てきたのはこのここ数十年。それまで人類は冷蔵庫なんて持ってなくて、じゃあどうやって、食べきれなかったお肉とか、お魚とか、そういうものを保存していたかというと、一番よく使われたのがそれは塩漬けにするっていうことだったんですね。塩につけておかないと、特にお肉はもうどん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 腐っていく、悪くなっていきます。そしてそれは貴重なタンパク源であるからですね、まあ、本当にこの塩漬けにするっていうこのその塩の意味っていうものは、お肉を保存するというとても大事な意味があったんですね。で、それがこの世において私たちクリスチャンの使命である。この世というものは、今のこの世というのは何もしなければどん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 と腐っていくものなんだと聖書を見ています。例えば聖書はこの世についてどのように語っているかというと、ローマ人への手紙の一章にこのような言葉があります。ローマ人への手紙の一章でパウロはこのように書いています。彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。これはこの、神様を否定した人間たちのことですね。あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、邪念にあふれ、陰口を言い、人をそしり、神を憎み、人を侮り、高慢であり、大言を吐き、悪事を企み、親に逆らい、無知、不誠実、無情、無慈悲です。ということで、この神から離れ、神を否定しているこの世というのは、どん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 と腐っていく肉のようなものである。腐敗していってるんだ。そして今私たちクリスチャンはそのような世の中に住んでいるわけです。皆さん知ってましたか。そして実はこの私たちクリスチャンがこの世が腐っていくことを止める、この保存料のような塩の役目をしているんですね。人類の歴史の中でですね、そのようなことが何度もありました。例えばもう普段よく私たちが考えたり使う言葉で人権っていう言葉があります、ね、人権。人権っていう理念、人権っていう認識っていうものはどこから始まったかというと、それは、聖書を読み、聖書から学んだイエス・キリストの弟子たちからですね。全ての人々は神の形に作られたというところから、この人権っていう考えが生まれてきています。例えば古代の世界においては、赤ちゃんが生まれますよね。赤ちゃんが生まれて大体ですね、名前が付けられるのが生まれてから8日目だったそうです。だから生まれてから名前が付く8日目までは赤ちゃんは人間と考えられていなかったんです。赤ちゃんには人権がなかった。だから例えば障害があったり、または、願ってない性別だった赤ちゃんは、結構簡単に殺されたりしてたらしいですよ。この8日間の間に、人間じゃないから、人間と認められていないから。しかしイエス・キリストの弟子たち、また弟子の弟子たちがイエス様の言葉を真剣に捉えて、子供たちは私のところに来させなさい、神の国はこのような者たちのもののためであると言った。そのことを真剣に考え、そして、いや、子供も神の形に作られているんだ、しっかりとした人間なんだ、お母さんのお腹の中にいる時からしっかりとした人間であるっていう理解を打ち出し、それを広めていったのがイエス・キリストの弟子たちです。また、
この西洋の歴史を考えるならば、奴隷解放、人種差別への反対、先日はキング牧師のお誕生日をお祝いするホリデーがありましたけれども、これらのムーブメントというのも教会から生まれてきたものです。また歴史を見るならば、イエス・キリストの弟子たちは歴史の中で人類で初めて図書館を作りました。そして図書館をなぜ作ったかというと、それは学習や教育が大事だということを知っていたからですね。その図書館から何が生まれたかというと、大学が生まれました。オックスフォード、ケンブリッジ、ハーバード、イェール、このような大学が生まれ、そして大学制度というのが生まれてきた。これもイエス・キリストの弟子たちが始めたこと。また病院という制度そのものも、もともとは教会や修道院たちが苦しんでいる人々をケアするということを始めた、そこから出てきた制度だそうです。倫理もそうですね。倫理、例えば性的な倫理、姦淫をすること、浮気をすることは良くない、性的な関係というのは夫婦の間だけで行われるべきである、そういうこの性的な倫理、神様から与えられている、制定されたこの結婚の中で大事な忠実さとか誠実さ、そういうものが大事なんだよっていうのも広まっていったのは、これもイエス・キリストの弟子たちがこの世界に広めていったものです。逆に言うと、皆さん、これらのものがない世界って考えることができるでしょうか。人権が認められない世界、図書館、学校がない世界、病院がない世界、そして倫理がない世界、僕は想像できないというか、あまりしたくないですよね。これらのものが今この世界に存在するのは、この歴史の中でクリスチャンたちが誠実に地の塩としての役目を果たしていったからなんですね。これすごいことだと思いませんか、皆さん。そして私たちは今もこのような役割を果たし続けていく必要があります。で、このような使命を続けていくために必要なことは何でしょうか。イエス様の言葉を聞きましょう。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ人々に踏みつけられるだけである。私たちがこのような使命、神様から与えられている使命を全うするために必要なものは、それは塩気です。塩気、塩っていうのはお肉が腐らないためにある。だから塩がその、ちゃんとした役割を果たすためには、塩はしょっぱくなきゃいけないんですね。塩はお肉とは全く違う物質である必要があります。もし塩がお肉と同じになっちゃったら、お肉と一緒に腐ってしまいます。塩はお肉と一緒にはいるけれども、お肉とは全く別の物質であるっていうことが大事ですね。これと同じように、私たちクリスチャンもこの世にはいるけれども、この世とは違うものであるということが必要です。この世にはいるけれども、この世とは違う存在、この世と同じになってはいけないんです。このことは先週の迫害ってことを考えた時にも考えました。なぜこの世が私たちを迫害するんですか。それは私たちがこの世のものではないからだ、イエス様言いましたね。先週も読みました、この箇所、ヨハネの15章18節、あなた方は世に属して、もしあなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。私たちはこの世にはいるけれども、世には属していない。世には属していないから、この世にいる意味があるんですね。いいですか。この世には属していない、この世のものとは違うものだから、この世にいる意味がある。そしてだからイエス様は、私たちがこの世と同じになるべきではないよ
というふうに注意してくださっているんですね。しかし私たちにはこの世と同じようになって、しまいたい、この世、私たちをこの世と同じものにしようというこの誘惑とか力というものがいつも働いています。この世に生きているときにはこの世に属していた方が楽だし、迫害に遭うこともないし、簡単ですよね。しかしもしそうなってしまったら私たちは、この使命を全うすることができない。それだけではなく、この世と一緒に腐っていってしまう。それではどのように私たちはこの塩気を保つことができるんでしょうか。昔の特に中東の塩っていうのはこの岩塩が使われることが多かったらしいですね。岩塩っていうのはこれ岩塩です。結構前にですね、ある方が僕にこれくださったんですね。でずっと僕のオフィスにもう5、6年ずっと置いてあるんですけど、で岩塩っていうのは不純物がとても多いんですね。もう岩から切り取ってきますから、そこに砂とか、岩とか別のミネラルとかが入っていて、で今の私たちの家にある塩っていうのはとても純度が高くてですね、皆さん知ってました？塩って消費期限がないって知ってました？僕も最近これ知ったんですけど、今日家のですね塩を見てみたら本当にエクスプレーションデート書いてないんですよね。塩っていうのはそれぐらい純度が高くて、もうずっと置いといても塩っていうのは、塩気を失わない、そのままの状態を保つことができるんですね。今の塩は純度が高いから。しかし昔の塩、岩塩っていうのは、不純物がたくさん入っている、ですから例えばですね、水分などを吸収して、そしてその水分によって塩が溶け出してしまうということがあったそうです。そうすると、塩と呼ばれてはいたけれども、塩分がどん全部抜かれてしまうのでしょっぱくない、塩気のない塩っていうのはそういうところにあったそうですね。でこれまあ 5,6 年前からずっと僕のオフィスにですねあるんで、ちょっと今日朝ペロって舐めてみたんです。塩気あるかなって思ったら、そしたらちゃんとしょっぱかったです。これはまだ。でここで大事なことは、イエス様が言った言葉は、あなた方は地の塩ですって言ったんですね。あなた方は地の塩です。イエス様が言わなかったことは何かというと、あなた方は自分で塩を作りなさいって言ってないんです。あなた方は、一生懸命頑張って塩を探して持ってきなさいとも言ってません。あなた方は地の塩です。あなた方は世の光です、なんですね。これどういうことかというと、それは私たちのアイデンティティ、私たちが何者かっていうことが大事なんですね。どのようなアイデンティティでしょうか。それはこの言葉はイエス様がイエス様の弟子たちに語っている言葉です。ですから私たちがイエス・キリストの弟子であるというアイデンティティ、それが塩気ということが言えると思います。そして私たちがこの世でどのような働きをするのか、どのようなことを言うのかということは、私たちのこのアイデンティティから湧き出てくるものですね。私たちが何者かっていうことから湧き出てくるもの。アイデンティティと私たちの使命というものは切り離すことができません。この塩気の例え、塩の例えをですね、イエス様は実はルカの福音書の14章でも語っています。そのところを見ていくと、塩気の例えがですね、突然出てくるんですね。開いてみましょうか。ルカの福音書の14章34節あたりですね。ルカの14章34節。確かに塩は良いものだ、だが塩も塩気がなくなればその塩は何によって味付けられようか、まあ、先ほどのマタイの箇所とほとんど同じなんですけれども、しかし大事なのはその前ですね。その前にイエス様が何を語っているかというと、25節から始まっている箇所は、それは弟子の条件、
イエス・キリストの弟子になることとはどういうことなんだよっていうことをイエス様は繰り返し語ってるんですね。もし誰かが私のもとに来るとしても、父母妻子供兄弟姉妹をさらに自分の命であろうとも、それを憎まないなら私の弟子ではありえない。自分の十字架を追って来るものでなければ誰であれ私の弟子ではありえない。ですね、33節。だから同じように自分の持ち物を一切捨てないならばあなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。その流れで確かに塩は良いものだ。塩気とは何ですか？それは私たちがイエス・キリストの弟子であるということ、そして弟子であり続けるということです。じゃあイエス・キリストの弟子であるというのはどういうことですか？それは一つ言えることは、イエス・キリストにまず私たちがつながり続けるということです。イエス様は弟子たちにこのように教えました。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私がその人につながっているならば、その人は実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできない。私たちがイエス・キリストにつながっているときに、私たちはイエス・キリストの弟子となり、そしてそれが私たちの塩気である。私たちが塩であるというアイデンティティ、そのアイデンティティから私たちのこの世での働きが湧き出てくるわけですね。光のことを考えるならば、空には月があります。月っていうのはすごく明るい星ですよね。昼間でも見えます、晴れてれば。じゃあその明るい月っていうのはどのように光を発してるんでしょうか。月っていうのは自分で光を放つことができないですね。自分では光を放っていません。どのように光を放つかというと、それは太陽の光を受けてそれを反射することによって光ってます。それと同じように私たちイエス・キリストの弟子はイエス・キリストの光をまず受ける必要がある。ブドウの木が枝に、ブドウの枝がブドウの木につながっているように、私たちもイエス・キリストの光を受ける、イエス・キリストにつながり、イエス・キリストの光を受けるからこそ私たちもこの世において光を放つことができるのです。イエス・キリストの光を浴びることができなければ光を放つことができません。イエス様が私たちを輝かせてくださる。そしてイエス様が私たちを輝かせてくださるならば、私たちはそれを隠す必要がないというか、隠すことができないです。それを私たちは輝かせる。なぜならばこの世は光を必要としているからです。光がなければ私たちは生きていくことができません。光がなければこの世は生きていくことができない。光は、この世は光を必要としているんです。イエス様からいただく光、また私たちが地の塩として輝いていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、あなた方は地の塩である、あなた方は世の光であると、あなたが宣言してくださっていることを感謝します。私たちは自分自身から塩気を出したり、自分自身から光を放つことはできないかもしれませんが、あなたとつながっているとき、私たちはあなたの働きをすることが許されています。この世にいるということは、試練があり、迫害があり、苦労があり、またさまざまな誘惑がありますけれども、しかしこの世のものでない私たちがこの世にいるということに意味があり、そこに使命があるということを、今日確認することができましたことを感謝します。私たちが塩気を失うことがないように主をどうぞ守ってください。私たちが光を隠すことがないように私たちを守ってください。私たちがあなたにつながり続けることができますように、今聖餐をいただきますけれども、神様がどうぞこの聖餐を祝福してくださり、またそれをいただく私たちがイエス・キリストにつながっているということ、精霊の働きによって本当に体験することができますように、
イエス様の名によってお祈りします。アーメン。